プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は釧路デキレイはリタライフの提供でお送りします。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単。レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ。釧路できれいはリタライフで検索。皆様こんばんは、金森理香です。どうも、マスターこと賛否両論笠原正弘です。はい、今週も始まりましたプレミアム B ライフ。もう噛みましたねダメですよ、もう今年も残り1ヶ月になったのに噛んだら噛んじゃいました。いやもうだって12月もう6日ね。まあ、12月といえばね、もう師走ですからね。ね、忙しい時期だから、ね、まあ噛むのもしょうがないですけれどもすいません、いきなり冒頭から噛んでしまいました。今年1ヶ月ですよ、もう残りね、もう駆け抜けましたね1年。いや今年早かったですね。もうまあ令和にね変わって、あ、そうですよ ね、令和元年でしたけど、なんかいろんなイベントも多かったし今年は、まあ、ワールドカップね、ラグビーワールドカップもあったけれども、なんかもう僕個人的にはね本当によく働いて、なんかねあんまりもう記憶がないですよもうあっという間に終わっちゃったな。おめでとうございますから、もうそう大晦日に向けて、なんか嘘でしょって言いたいぐらい早かった今年は。まあお店のねオープンもありましたしね、うん、でもそれを抜いても早かったな。何なんだろうな、まあ年々 ね年取ると1年が早くなるっていうけど、今年は早かったな。何なんでしょうねこの 早送りみたいな時間の流れってね、うんうん、まあそんな12月の6日なのでちょっとね今日は年末、そうですよ、うん、重大ニュースとか、ね、もうあれですよ、年末緊急特別企画特別企画、今週来週2週にわたってですね、そうですね、金森理香と笠原正弘の重大ニュース、はいはい、いきます、届けていきます、よろしくお願いします。ではマスター何か今年重大ニュース、マスター自身はありました？今年はね、うん、まあね、お店のまあオープンとかね、うんうん、ありましたけれども、うん、それを抜かせるとですね、今ねだから僕ちょっと目の前に手帳があるんでね見てるんですよ、何やってたか、何やってたかなって本当記憶がないんでね1月から見てるんですよ、この1月から、うん、だからね1月何ですかね、まあ、まあごく普通に1月過ごしてますねあ、まあ、今年はねとにかくねレシピ本をいっぱい撮影しましたね。8冊作りましたんで。おお、うん、レシピ本でも8冊って、うん、月に、いやだからもう毎月なんか2つのペースですよね、してましたね、すごかった、ね、どんだけそのレシピを考えるんですか、レシピ本8冊って。いやだからレシピ本1冊につき大体60品ぐらいは考えるからね、500品、そう、もう約500品を考えましたよ。すごい、それどこから浮かぶんだろう、うん、本当にすごかったですね。まあ今年はあれですね、私まず今これ見てたらそうかと思ったんですね、うんうん、まああんまりあの楽しい話題ではないんですけれども、はい、急にですね手の指が何本か曲がんなくなったんですよ。そうだ、そう、あれなんだ指が曲がんないと思って、うん、でもまあ痛いわけじゃないんでね、うんうんうん、痛くないから、はい、まあね忙しいし、はい、頑張って仕事したんだけど、うん、やっぱね指が曲がんないと料理人って結構困るわけですよ、うん、ね、一時だってちょっと曲がっ、ね、あれだったもんね、マスターね、包丁がさ、うんね、包丁の細かい仕事とかできなかったりとか、はい、でね病院嫌いな僕が、ね、はい、満を持して満を持して、ね、まあちょっとお店のお客さんでお医者さんがいたんでね、はい、ちゃん大きい病院に行って調べたら、ね、関節リウマチって言われちゃって、うん、言ってましたよね。そうなんですよ、それまでずっと痛風、まあ、痛風のね、うん、あのまあまあ昔から僕痛風持ってるんで、ね、うん、でも痛風はまあお薬飲んでればね、うん、そうそうあの出ないんですけども、はい、この指が曲がんないのは痛風ではない、うんうん、最初痛風かと思ったけど痛くないしなんだろうと思って、うん、でちゃんとした検査を受けたら関節リウマチですよ。でちょっと悲しくなってしょんぼりして、でもまあもうしょうがない、しょうがないからさ、ね、先生の言う通りにさ、うん、薬飲んでさ、うん、病院にきちんと通ったら、通ってるんですか今も、めちゃくちゃ良くなってもう、ね、良くなってますよね。だってもう全然手もう普通に指曲がるでしょ、だから、まあ、何が言いたいかというと、うん、ちゃんとどっか悪かったら病院に行くのが大事ですよっていうことを本当気づきましたねほっとほっとらかしにしないでね。そう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 、うん、確かにね、普段も全然病院行かないんでしたっけ、あんま行かないんじゃないですか。いやだからさ、ね、まあ、風邪ひいたぐらいじゃ行かないよ、もうこんなん自力で治せるから、うんうんうん、風邪ひいたら僕サウナ入るからちょっともう治っちゃうからあと今水素風呂もあるしね。そう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 、そうね、
だからなるべく行きたくないんだけどね。人間ドックとか検診とか人間ドックは僕年に2回やってますもん。年2回、うん、一応ほら会社でさ、ね、もう受けなきゃいけないしさ、うんうん、まあ僕もね体健康に気をつけなきゃいけないんで、うん、それそこは自信を持ってやってますよ。んだ、うん、だ全然重大ニュースじゃないですねこれね。でもほら病気になっちゃったっていうね、うん、そうまあそうそう、ちょっとリウマチになったのはショックですよね。でも結局治ったんだけどね。治った、まあ、まあよくなった、よくなってるっていうね、指がね曲がって、うん、あとはニュースかどうか分かんないですけれども、うん、自分の中で今ちょっと面白かった面白かったこと出来事、はい、あのねうちの娘がいるんですけど、うちの娘は、うん、ビジュアル系のバンドが大好きなんですよ。どっち上、上のね長女がビジュアル系バンドが好きで、うんうんうん、ね、そういう美しいバンドが好きなの、はい、ね、それで特に好きな一個バンドがあって、うんうん、まあ多分俺もリカさん、リカさん知らないと思うけど、俺も初めて聞いた名前だったんだけど、アシッドブラックチェリーっていうバンドがいるんですよ。全然知らない。多分バンド、ビジュアル系バンド好きな方の間ではもうすごいですよ。超人気なんだ。神のような。アシッド？アシッドブラックチェリー。チェリー。かっこいいでしょ。かっこいい。アシッドブラックチェリーが好きなんですよ。はい。ただアシッドブラックチェリーはすっごい人気があるんだけど、うん、大きい会場でね。コンサートしないんですよ、ライブハウスちっちゃいところでしかやれない。そのね、やっぱそういうポリシーがあるんですね。そういうところの方がやっぱお客さんと一体感があっていいっつって、うんうんうん、そのボーカルの方がね、はい、あんまりあいほら東京ドームとかさでかいところでやったって、満員になるぐらい人気があるのにしない。そうなんだ、ね、でアシッドブラックチェリーのね、はい、チケットが取れないんだよって長女が言ってたから、うん、そうするとやっぱ親バカですよね。そうか、金を使ってなんか取ってあげたいなと思うけど、うん、僕もさすがにさそんなバンドの知り合いビジュアル系のバンドの知り合いもいないし、いろいろ考えてたわけですよ、うん、でテレビ局の人とかたまに会ってもね、はい、ちょっとそれはあれですね、わかんないですねとか言われて、うん、うん、そうかと思ってた。ある日、はい、ね、リカさんも知ってると思うけど寿司の小野さん、わかりますか、お寿司屋の、ね、僕の恵比寿の中のにね、はい、お寿司屋さんの小野さん、はい、小野さんのとこってすごい音楽関係の人がお客さんで来るんですよ。恵比寿で結構人気のお寿司屋さんなんですよ、ね、うん、それこそミュージシャン本物も来るし、はい、あとはレコード会社の社長さんとか、はい、音楽関係のね、うん、おっと小野ちゃんに聞けばなんかアシッドブラックチェリーにつながるかな、うんうんうん、でも本当にねダメ元で小野さんに LINE を送ろうと思って、はい、でね、送ったんですよ、うん、でそこでね僕ねちょっとねイージーミスをしてしまいましてアシッドブラックチェリーというバンドのチケットとか取れますかって送ればよかったのに、なんかねはしょってアシッドブラックチェリー取れますかって小野さんに送ったのね。小野さんいい人じゃん、優しいから、はい、もうすごい丁寧な返信がね来るの。そしたら、ね、今調べたところアメリカンチェリーならあのうちの買ってる八百屋さんで、あのキロいくらですって返事が来たんです。えっ、でさらに小野さんいい人だから、はい、いろんなところに電話したみたいでチェリーについて、その他今で言うと山形の山形とかからもキロいくらで紅秀峰など取れますみたいな、もう完全にさくらんぼの仕入れになっちゃった。すごい調べてくれたんじゃない？でも気まずくて、俺気まずくてもう本当のことを言えなくて、それでアメリカンチェリー買ったんです。ありがとうございます。買ったんですね、面白すぎます。これが有名なアシッドブラックチェリー事件ですね。今年のえ、それ後で小田さんには言ったんですか？え、後で言いました。面白い。そしたらよいしょって言ってましたね。アシッドブラックチェリー事件ですね。もう面白すぎるんですけど、マスター、はい、え、結局そのアシッドブラックチェリーのチケットは、うん、取れない。取れませんよ。そこにオチがあったっていう。オチがあります。面白すぎますね。人気がありすぎて取れます。そうなんですね、はい、じゃあちょっとアシッドブラックチェリーの曲いってみます。じゃあアシッドブラックチェリーの曲、はい、曲名まで知らないけど、じゃあ何か一曲流してください。何か一曲、じゃあアシッドブラックチェリーお願いします。ちょっとじゃあマスター、今年の重大ニュースからビジュアルバンドの話になりましたけど、はい、すいませんね。いやでも僕の中ではアシッドブラックチェリー事件ですよ。事件ですね、今年のね。面白かった、面白かった。アシッドブラックチェリーすごいね、かっこいいですね、うん、じゃあマスター、今度はぜひ娘さんにチケットを、チケットを取ってあげたいです。そんな重大ニュースでした、はい、はい。
プレミアム B ライフ。今週の B トーク、このコーナーでは毎週美にちなんだゲストを迎えしてビューティートークをしていきます。本日のゲストは日本ファスティングコンシェルジュ協会代表理事であり、先日本を出版されて今乗りに乗っている起業家の中島由美さんを迎えしています。こんにちは、中島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。あ、お久しぶりですね。どれぐらいぶりだろう。2年ぶり。2年ぶりです、はい、私が福岡にファスティングの勉強に突然行く。そうだ、福岡に来てくれて、私がお腹パンパンで臨月の頃に一緒に水炊き食べました、ね、水炊き食べました。違う、食べに行ったんですよね。勉強して、そう、目的はファスティングの勉強したいって思って、はいね、私、まあ、今ねこのラジオの番組って、はい、水素部のリタライフというのがスポンサーなんですけれども、はい、この水素っていうものを私が知るにあたっても、うん、その2年ぐらい前からやっぱりこう健康とかによりやっぱりこう気になりだして、うん、自分の食べてるものとか、はい、そういうのをお勉強したくて、はい、いきなり連絡していきたいんですけど、本当に忙しい。リカさんが本当に福岡に来てくれるのかなと思ったら来てくれました ねしかも迷いに迷ってたどり着くの大変でしたよね。懐かしいですね。懐かしいですね。あっという間に2年が経ち、そうあれも確か年末12月でした。だから本当に丸2年ですね、うん、そしてあの水炊きが美味しかった。あ、美味しかったです ねそんな今日はねあゆみちゃんと一緒に、あゆみちゃんと普段お会いしてるんですけど、はい、まあ、ファスティングの話もそうなんですけども、はい、ちょっと本も出版されてたくさん、もう聞くことがたくさんあるので、まずちょっと少しずつ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では中島あゆみさん、はい、自己紹介からお願いしてもいいですか。はい、今ご紹介いただいた通り、日本ファスティングコンシェルジュ協会という協会を2010年に立ち上げまして、うん、はい、なのでもう9年目、そうですね、うん、ぐらいなんですが、その前に2008年に実は、はい、今の夫と2人で起業して、うん、まず一番最初の起業がサロンだったんですね、うんうん、エステティックサロンというか、うん、施術をするエステだったり、オステオパシーっていうちょっと整体のような服の上からするような施術だったり、はい、まあ、いろんな施術ができるメンバーを一緒に社員として迎えて、うん、スタートしたのが約12年前。あ、そこからスタートして、はい、私自身もやっぱ食とか健康っていうところにサロンでお客様とお話する中でどんどん自分が興味というか、うん、こう学びがこうどんどん専門的になってきて、やっぱり学べば学ぶほどそれこそアウトプットしたくなってきて、はい、それアウトプットする場として私がセミナーっていう形を本当に教会にするつもりはなくただただやってたんですが、うん、それがどん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 広がって教会という形になり、うん、そしてずっと食や健康、ファスティングを伝えるっていうことがもうサロンの仕事よりもメインになっていったんですね、うん、でそしてそこから私が出産をし、はい、2015年かママになったことでちょっとやっぱり動けなくなってきたこともあり、今後はこう講師を自分がメインでするんではなく育てていきたいなっていうふうに思って、うん、で今は愛され講師っていう言い方を私してるんですけど、はい、まあ、ただ知識があって伝えれる人ってたくさんいると思うんですが、私自身がやっぱり、まあ、サロン出身でもっともっと元をたどせばウェディングプランナーをしていたりとか、うんうん、おもてなしとかっていうのがもともとすごい大好きなので、うん、ただ伝えるんじゃなく愛を持ってというかこう寄り添いながらホスピタリティもあった上で知識を正しく分かりやすく伝えれる講師を育てたいっていうことを今はちょっとメインの軸として、はい、やっているというところですね、うん、はい、素晴らしいですよね、うん、いや、ね、私本当に最初お会いした時、はい、ね、さっきちょっと打ち合わせする時にどこで会いましたっけみたいな話があって、そうですね、もう覚えてないんですけど、うん、ただもう10年ぐらいのお付き合いになると思います、はい、で本当にベリーフェイスですごい年下だと思ったんですよね。ありがとうございます。あら、かわいいなと思って、本当失礼なんですけど、それはそこまで下じゃなかったっていう。そうなんです、全然なんかもう同い年ぐらいじゃないっていう同世代でした。だからびっくりするぐらい、うん、本当チャーミングで可愛らしくって、で今もお話から聞くとすごくやっぱりこう何でしょう、分かりやすいしハキハキしてらっしゃるし、すごくこう強い女性みたいなこうイメージがあるんですけど、本当お顔見たらあれかわいいっていう、もうその
ギャップというかね、見た目が本当に可愛らしくって、ね、で、なんでしょうね、やっぱりそういう、 こう見た目の可愛らしさと、でも中身は結構芯がしっかりされていて、はい、割と男っぽいって言ったらおかしいんだけど、ね、男っぽいです ね、 ね、意外に中身は男、ね、すごくその辺がこうやっぱり付き合いやすさとかにもつながって、はい、こうやってずっとね長くお付き合いさせてもらってるんですけど、ありがたいことに、いやいや、なので私たちの中では中島あゆみちゃんといえばファスティングっていう、うん、嬉しいです、もうそのイメージが、はい、ああファスティングのあゆみちゃんみたいな感じだったんですよね、はいはい、嬉しい、だから、まあ、当時はまだそんなにこうファスティングっていう言葉も、うん、なんか断食、そうですね、だったじゃないですか、ブーム的にはファスティングで通じなかったです、通じなかった、20年前は通じなかった、みんな断食みたいな感じで、うんうん、まあとりあえずデトックスするのに食事を我慢するみたいなイメージしかなかったので、うん、こう正しいファスティングの仕方とか、うん、それが美容とかお肌にいいとか、うん、健康だけじゃなくて、まあ、そういったこう昔はなんかこう便秘の人がするみたいな、そうですね、とかもあと太ってる人が痩せるために道場に行くみたいな、そうそういうイメージでしたよ ね、 ね、それがやっぱり美と健康のために、うん、あのファスティングをするっていうのを、私もあゆみちゃんから教わったっていう経緯があるので、うん、はい、そういった部分ではすごく広めてくださったし、この私たちの何でしょう、今のこの健康ブームにすごいつながってますよね、はい、ねえ、なんかちょうど今でこそね、そういう講師さんが多いですけど、私が自分学びたいと思った時はいなかったんですよね。なんでそこに目をつけたんですか、最初ファスティングってことで。いやでも、いや本当これ仕事にしようと思ったわけでもないんですよ。ただサロンの中で、まあ、お客様に健康と、そしてあの、まあ、心もね、体も健やかに、うんうんうん、そして綺麗になれるような、まあ、家でのノウハウとかをアドバイスとして本当にお伝えする中で、はい、あとは私が夫と一緒にそれこそもう家を手放してもうサロンに寝泊まりしながらスタートしたんですよ、うんうんうん、それが私ね、本当にあのことで、ね、あとでまた説明しますけどね、あのあゆみちゃんのアウトプットするたびに女性はもっと輝くっていう本が、あの発売になっていて、今これが売れに売れてるんですけど、ここにあのサロンのね、あのやってすぐに漫画喫茶に住んでいたっていうのにびっくりしてえーみたいなそうなんです、実はね、うん、そんな時代もあったりしつつ、まあ、でもやっぱり自分がそういったあの漫画喫茶時代とかも経たり、はい、で、そんなに健康的な生活ができない中、起業してとりあえず走り抜けた中で、うんうん、自分たちの健康もちゃんと維持しないと、はい、睡眠もままならない中、食も乱れると、うん、そもそもがやっていけないので、うん、まあ、自分たちの健康維持も兼ね、そしてお客様にもアドバイスできるからっていうので、趣味のように食や健康の方を読み漁ってたんですよ。別にビジネスにするとかではなく、そしたらもうそれが面白くて、私と夫がたまたまピンポイントでそこが楽しい、やってみたいっていうところでいろいろ実践してたんですね、うん、その実践の一つがファスティングだったんですよ。本当だから自分たちがこれめちゃくちゃきっといいよねって本で、うん、あの理論が分かったから、うん、やらないわけにはいかないよね、これすごいってやってみたら、やっぱりお客様と普通に日常会話でするじゃないですか、今ファスティングしてるんです、うん、ファスティングって何なんですか、うん、っていう、まあ、そんなところから、いやいやってこういうことでとかで、その頃からも私食のことを学んでお客様にアウトプットしてたので、お客様もそうやって、あ、中島さんといえばあの食のことに詳しいっていう風なイメージにはもうなっていて、家での食事のこととかダイエットしたい時に中島さんに聞こうっていう風にサロンの中でなっていて、そこで私が今ファスティングにチャレンジしてるんですよとか、本当それこそそんなノリで企業当時話をして、どうなんですか、いやそれが全然お腹空かないんですよねとかいうところで、皆さんがもちろん教えてほしいとか、中島さんめちゃめちゃ綺麗になりましたよねとか、痩せましたねとかいうところで、いや本当いいですよファスティングっていうところがトン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 といつの間にか、あ、こんなにいいものだからお客様に自信持って勧めれるから、じゃあサロンにそのドリンクを置こうかとか、でも置いてもやり方わからないからちゃんとレクチャーする時間を取らなきゃ、でもね、一対一でいっぱいお伝えすることもあるし、だったらもうまとまってお伝えする日を作ろうとかいうところから、いつの間にかサロンの中の一メニューで中島さんにファスティングを学べる日みたいな、本当そんなきっかけで、いつの間にやらファスティングが教会教会まで行ってしまったってことなんですね。はい、そう、皆さんね、ファスティングって、ただ食べるのをやめるだけじゃないんですよね。そうです、その絶食とかではなくって、うん、ちゃんと酵素ドリンクとかそういった栄養をとって飲み物だけは OK なんですよね、はい、ただ固形物を食べないっていう形で、はい、基本的にはやっぱりアドバイザーがいて
やることがベストってことですね、うん、ベストですね。やっぱりね、あのそのやり方だけ分かってもいざやってみると、うん、今までどんな生活してたかによってあの楽ちんでできちゃう方と、やっぱりたかが1日とはいえ、うん、いろんなこうトラブルというかね、うん、あの頭が痛くなっちゃったとか、うん、あのもうお腹が空いて耐えられませんとか、うん、でそれで戻すときにおかしな戻し方しちゃったら、うん、それがかえって体調不良につながっちゃったりするので、やっぱりこう一日我慢しても翌日ドカ食いしてたら意味がないってことですよ。意味ないですよ。だからやっぱりきちっとやり方をレクチャーを受けて、うんうん、あの正しいやり方を分かってやる、もしくは何かあった時にいつでも質問できる先生がいるっていう方が確実に、まあ、安心です。自分自身の心としても、うん、あの困ったら聞けるっていう安心感のもとでできるので。ファスティングって一番何にいいんですか？一番は、うん、まあ、イメージとしては皆さんやっぱりダイエットとか痩せる効果を感じられるんですけど、はい、一番は体が 休むことができて、今まで一番こう忙しく働いているのって消化器官なんですね、うん、胃とか腸とか、そう、うん、胃とか腸とか、はい、あとはもう解毒するための肝臓だったり、もう言ってみたら体の中の臓器全てが消化っていう仕事のためにフル稼働、うん、今ハマっちゃいましたねフル稼働しているのでそれを完全にお休みさせれるっていうことは、うん、要は体っていろんな仕事があるんですよ、はい、でも一つ覚えておいてほしいのが、体が絶対にやりたいことはあなたをいじめることではなくて、自分の体の中をいかに健康にするかのために必死に、例えばこうちょっと弱ってる臓器をメンテナンスしたいなとか、例えばこうホルモンの分泌が乱れてるけどそこの分泌のバランスを元に戻したいなとか、常に良くしようっていう気持ちがあるんですね。だけど忙しい仕事に追われてしまって、やりたい仕事の優先順位がやっぱり優先順位的にそこまで行き着かない。だから一番忙しい仕事がじゃあ何なのって消化の仕事でしょ。だから消化の仕事をお休みさせることによって、うん、本来やりたかった優先順位のね、ちょっと今まで低くされてたことが一気にできちゃう、うん、だから結果としてはそれができて、体が休ませられることによって本来やりたかった仕事ができる、うんうん、だから一言で言ったら私はリセットができる。何事も大事ですからね。そう、お休みさせること、休息を体に与えるっていうことが結局自分の元気につながるから、もうそれが私はファスティングの一番、うん、1番から10番ぐらいまでありますけどね、はい、1番だけ言うと1番だけ言うと1番、はい、なるほどそうか。もうちょっとね、私はすごく今までこう、うん、あゆみちゃんのところでね、ファスティングの勉強とかもいろいろしてたんだけれども、はい、今回改めてこのお話を聞いたりとか、はい、あとこの本も読んで、うん、ファスティングしようかなって、あ、嬉しいです思いました。いや、私ね、本当一食ファスティングとかするんですよ、全然、はい、夜だけとか、はい、昼だけとか、うん、あゆみちゃんに言われたのでするんですけど、うん、基本食べるのが好きなので、はい、我慢できないですねえ、グルメなリカさんですからなので、あとお酒が好きなので、はい、1日ぐらいしか我慢できないんですよ、うんうん、だけど臓器を休めたいっていうのはあるんですよ、はい、体のやっぱだんだんね、うん、おね年齢もお姉さんになってきてるので、うんうんうん、こう疲れ方を感じてきてるんですよ。疲れてるなと思うと、まあ、ちょっとこうやってねブツブツが出たりとか、うんうん、あ、寝不足だなと思うと体にやっぱりどっかに来たすんですよ。ですよね。だからそういう時にやっぱり胃腸のバランスも悪くなってくるし、はい、まあ、そこでこう一回休めてみたいなっていうのも、はい、思ってたのが今日よりやりたくなりました。本気でやろうと思います。嬉しい。ご指導よろしくお願いもう、ね、これからねクリスマスがあったり、はい、お正月があったりとか、もう食べる予定はねたくさん詰まってるので、胃が疲れてくる時期ですもんね。そう、もうその前に、はい、うん、ということでちょっと今日はファスティングの話がちょっと中心になったんですけども、はい、ちょっとね、来週も、はい、登場していただいて、で先ほどからちょっとチラチラ話しているアウトプットするたびに女性はもっと自由に輝く、この本についてお伺いしたいと思いますので、引き続き来週もよろしくお願いします。プレミアム B ライフということで、今夜もマスター、はい、重大ニュース、重大ニュースだったのかどうかよく分かんないけどまあとりあえずね、前半を振り返りましたね。そうですね、はい、前半戦をマスターの手帳とともに振り返っていきました、はい、今夜もお届けしてまいりましたプレミアム B ライフでは、皆様からのお便りやご質問をお待ちしています。マスターへの質問などお気軽にお寄せください。
はがきをお待ちしてます。郵便番号 085-0813 FM 釧路までお願いいたします。それでは今夜も金森理香とマスターこと笠原正宏でした。ありがとうございました。ました。プレミアム B ライフ、この番組は釧路デキレイはリタライフの提供でお送りしました。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単。レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ。釧路で綺麗はリタライフで検索。プレミアム B ライフの番組ホームページではこの番組の収録の様子やゲストとの写真、たまに私の食レポなんかもご紹介しています。ぜひご覧いただけると嬉しいです。